終わりを告げる夜裏切りの宴に挑戦です。先ほどまで散々な目に遭いましたが、今回はどんなところですか？時間がかかりすぎるステージです。はははは。ではゴー。お金集めと小競り合いが続くので倍速します。実はこのステージ、厄介なことにポチが仲間をたくさん引き連れてきますので、そこまで倍速します。あいつ、全く懲りませんね。困ったことに今後も出てくる気満々なんですよ。いっそのこと保健所に処分を検討してもらいましょう。命を何だと思ってるんだ。誰しも自由に生きていいはずだ。義務や責任を果たさず権利だけを主張する頭の悪いやつです。なんて迷惑な。非常につまらない競り合いが続くだけなので倍速します。今日はお前たちに群れの恐ろしさを教えてやるよ。アイテムを使わなかったことを後悔するんだな。数が多くなると増長するバカみたいですね。ポチのオスムはやっぱりバカのままなようです。数でオス、そんなことならこちらもできます。多分気づいた頃には自分のバカさ加減を呪うことになりますね。どういうことです？要は敵に突破されることなく、こちらも壁と攻撃役を増やせばいいのです。なんと言いますか、心なしドラゴンがものすごいことになってきてますが、数で暴動を起こせばそれ以上の数と力で抑えつける。社会の厳しさを体験してもらいましょう。なんだか偉いことになってきてません？数がほぼ同じ、守られながら射程の長い攻撃をすればどうなりますかね。時間が経てばこちらの数はさらに増えていきます。チンピラのポチはいつになったら気づくでしょう。あなた鬼ですね。ふふ、戦いは始まると簡単には止まりません。ポチ、今度もヒカルくんが迎えに来てくれるといいですね。まあ飼い主の監督責任というやつですか。鬱陶しいのであまり来てほしくないんですよ。一匹狼を気取ってるのになんで集団行動しますかね。本能からは逃れられない悲しい畜生の差がですよ。ではそろそろ引導を与えましょう。ポチ、善行なら集団でやることはいいことですが、悪いことを群れてやることなんて器が知れますよ。何を、あれ。気づきましたか？力で悪用を行えばそれ以上の力で倒されるのです。数を集めればそれ以上の数で鎮圧されます。なんか哀れに思えてきましたが、ポチは自由を求め蛮行に走りました。その行動の最後まで責任を持っていただきましょう。自分には甘いのに他人には厳しいですね。さて何をおっしゃっているのかわかりません。あれ、おかしい。こちらが数で押していたのに何がどうなった？どうやらポチは数の多い方が正しいと勝手に決めつけて今回の騒動を起こしたようです。何か勘違いしてませんか、あのハイエナ。ではポチの自由を奪っていきますので倍速号。ポチと愉快な仲間たちは数で主張しましたが、願いがあまりにも抽象的で具体性に欠けてたのが敗因でした。なぜそこで選挙の公約みたいなことを持ち出しますか？三人よれば文殊の知恵。しかしバカがいくら集まってもバカの集団。同じ考えがいくら集まっても知恵は出ません。違う考えを持つ者が集まって一緒になって考えてこそ新しい考えが生まれるのです。あの、もしもし。自由を主張しすぎて肝心の内容がまとまってないのは暴力です。さあポチ、保健所に行きましょう。勝利。所詮頭が悪いだけの集団、何を求めてるのか自分自身わかっていませんでした。厳しいですね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。本当におバカさん。